前回大失敗しておりました羽織なんですけれども、お直しをしました。で、あの時にね、2センチぐらい違ってたんですよ、雪が。でもちゃんと測ってみると、まあ、この左右のね、身頃がなんか1センチぐらい違うっていう、その程度だったんですよね。そんなに袖幅をね、2センチも間違えるようなほど適当な縫い方はしてなかったので、おかしいなぁとは思ったんですけれども、だからそれほどね、幅的には間違ってなかったんですが、おかしいなっていうのがちょっと解き始めてから気がついたんですけど、片山がずれている感じがあったんですね。アンティークの着物を解いた時に、その正確な片山を探すのっていうのがすごく難しいんですよね。でもまあ羽織の場合は改めて自分のね、襟方空きとかを取ってそれで作るので、片山ってしっかりできるはずなんだけど、でもなんか違ってましたね。違ってましたねというか、おそらく違ってただろうなっていう感じです。歪んでたっていう感じがありますね。来た時にその動画を見直すと、ちょっと片方だけこうシワの寄り方というかたるみがあるんですよね。それでちょっとこう歪んでるんだなっていう感じはありました。で、まあ今回作り直すにあたっては、その片山とかをしっかり探してですね、作りました。それと、まあせっかくなんでもここの幅をね広げました。思いっきり裏地に合わせて、まあ継いではいたものの、そこまで広く取ってなかったんですけど、裏地も継いで広げました。ちょっとね、そこら辺はお見せできないぐらいのね、やばい感じですね。ここが継いでる、これぐらいの幅継いでますけど、もう継ぎはぎですね、本当に。あとは血の部分をちょっと下に持ってきたかなって感じです。ただ前身頃とかこの幅がね変わらないので、街はねすっごく広く取ってるんだけど、ここが変わらないんで、袖幅だけが長くなるような、そんな風な作りなのでね、綺麗なシルエットは出ないですね。はい、ということでこれを着てみたいと思います。ただいまね、帯揚げ悩み中です。どれがいいかな。地味だね。こういうのちょっとパキッとしてるかもしれないですね。これをね最初考えてたんだけど、意外と帯揚げって綺麗な色で明るめのも必要だなぁと。こういったくすみ系の色ってやっぱりこうほんのちょっとしか出ないので、こうパッとするものがねなんか必要ですよね。ちょっと違うな。まあ、ちょっと今日はおとなしめにこういう感じでコーディネートしていきたいと思います。はい、ということでこういう風に来ました。ちょっと縦方向で申し訳ないんですけれども、ゴールデンウィーク中にね
あの娘が帰ってくるので、もう部屋の中にちょっとお布団だの何だのいっぱい置いてあるので、ちょっと引きの画像が撮れなくってこういった感じになってます。はい、今日はですね、まあ、先ほどコーディネートした置物をこんな感じで、はい、着てみました。それで、あれ出てる、この帯締めが短いのをちょっと忘れていて、房をね、始末してないんですよ。で、ひっくり返すタイプね、後ろにこう短いのを入れてしまう締め方にしてるんですけれども、ちょっと房を始末してないのでバサバサ出てるんですけど、これにですね、雪がちょっとね、左右長さが違ってたりなんかした羽織をですね、お直ししたので着てみたいと思います。はい、こういう感じですね。もうここがパツパツっていうね、ちょっと身頃が小さいので、まあ、街は広くしてるんですけど小さいっていうのと、今日は角出しにしてるのでね、かなり お太鼓部分に取られちゃうんですよね、これが。だからもう本当に何だろう、カルダ結びだとかそういったものじゃないとこれちょっと切れないかもしれないなと思って、はい、こういう感じになります。袖はね、長いままにしてるんで、もちょっとモサモサしちゃいますね。はい、ちょっと嬉しいですね、自分でこういう風に、まあ下手だけどなんとなく長羽織風なものができるっていうのは、ちょっとこれが限界ですね。身幅も出ないし、まあ雪はね、こんな感じで普通に長さ出ました。パツパツで、本来もうちょっとね下になきゃいけないんだけど、はい、ということで今日はこういった感じに出来上がりました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。